はい、皆さんこんにちは、ジでございます。ファイナルファンタジー4、やっていきたいと思いますね。南西って言ってましたね。南西、あのね、北東にはあった南西なんかあるの、ここ南西のって言ったよ、あの人。どう見てもないじゃない、南西なんてないじゃない。もう我々上に戻れないんだからね。南西ね、ちょっとあとあれかな、あのキザールの野菜持って会いたいね、あの人に。これは降りれない、あ、ダメなのか。南西って言ったけど降りたところで何もできないもんね。南西、これより南西って、あそこ南西行けないんだけどね。どういうことなんだろう。こっちに行ったら、あ、行けないね。南西って南の西だよね。地図で言うと左下なんですよね、これね。うん、ないんですけどね。ああ、これか。これ南西って言うかい？まあ行ったね、これね。これこれね、南西っていうのかい。いや、これ基地だし、このとこ、ああそうだそうだ、あったね、命の水ね。いや、これどう見ても南西じゃないね。これまだ城に戻るやつだよね。そうだね、これね。あら、まさか城の中の南西、ああ城の中の南西って意味かい。ないよ、ないよね。困ったね。やっぱこの的にアイスブランドが行くんだね。はい、1さんレベル上がりましたね。ローズさんもレベル上がりました。 KR が覚え、やっと来た KR がね。まあアリズムも早く欲しいんですけど、とりあえず魔法ね、 KR がガーが来たら、ケアル、あ、ケアルだ、持ってるじゃない。いつの間に、あれあれ、ケアルだ、持ってるわ。ケアル側、ちょっとこの辺置いていきましょうか。フィースト、ミニマム、ディスペル、あ、ディスペルあるんだね。ヘイストね、ヘイストはやっぱいるよね。サイレス、ブリンク、ホールドよりもサイレス、ブリンクの方がいいよね。シェル、コンヒュ、バーサク、ケアルが、ケアルラ、ディスペル、ディスペルって多分ディスペルアンデッドだよねと思うんですけど、まあいいか。あやとじさんレベル29だね。ちょっと追いついてきたけど、あれ、これはちょっと困ったね。あ、ごめん、キャップだね。ね、2回クリティカル出ても800しか当たらなかったよ。こっち1回で710当たるんだけど、クリティカルでもないのに。経験値すごいね、ゴブリンキャップ。ほんと、ゴブリンキャップ100匹ぐらい倒したら、100匹ぐらいだと倒すような気がしますけどね。あ、一応セーブしておきましょうか。でね、
ちょっと慣れてきたんで、バトルスピード若干速くしましょう。アクティブにはしません。もうアクティブしちゃうとね、私もうパニックになっちゃうんでね。さあ、あと何かなかったかい。バンガージもう一回聞く。あとなんか言ってること間違えてないかいってね。男性なんかないんだけどと。男性なんかないよ。もう一回聞きに行くかい。いやまあね、カンニング者もいいんだけどね、我々敵の城を食い止める姿は南西の封印の洞窟へ。南西の封印の洞窟へ。南西の封印の洞窟へ。封印の洞窟。ほう、どういうこと？あまりにも打ってなかったのもね、もうね、全然。あ、フレームソード打ってんだね。南西。あ、大きさの野菜使えるんだね。なんだかチョコボックサイドと。デブチョコ君に引き出すのなんかある？眠りの剣ドワーフなの。あ、まあいいか。いや、アイスブランドは持っとかないといけないね。部下の首飾りは預けられません。伝説の剣も預けられませんね。何しに呼んだの。何しに呼んだのだね。あ、監視預けよう。これだけでも全然違うかもわかんない。そうだね。あ、もういいですよ。あ、ここか。ここ違うもんね。寝てるね。あのさん、食いしん坊はまずい言いながらよく食べると。あ、なんか始まった。あ、なんじゃ、飯か。全くここの料理はわしの口にと。シド？あら、シドさんいたわ。無事だったのね。あれだけカッコつけといて。わはは、なんだこのじじいと。じじいじゃと、プレイものが。プレイなのはじじいの方だ。誰じゃこの生意気なやつは。へへ、俺様か、イブラーナ王子、エッジ様よ、よろしくな、じじいと。口は悪いが、確かに王子様らしい。おまけにハンサムの腕も立つと。おじちゃんは怪我してんだから、あんまり怒らせないのと。なんじゃ、リディアの尻に敷かれとんのかと。ルセイと、ああ。そっか、リリアさんとはちょっと仲いいんだ、この二人。それよりセシル、オルビザは四天王が倒したが、クリスタルは最後の一つを残し、すべて最後のクリスタルを取りに行きたいのだけど、エンタープライズは地上、敵から奪った飛行艇では、溶岩の上を飛行できんと。ほほ、わしの出番のようじゃと。おー、ここ来てよかった。わしがいないと何もできんのかと。あ、まったく。おっさん寝てなきゃダメと。怪我治るまで待つと。お前らだっておっさんじゃろうが、悠長なこと言っとらないわ。あ、お前らも鉄道もんかいと。心配なさそうね。ああ、自信たっぷりにセシルさん言いましたね。心配いらないって。いや、探索してみるもんだね。あ、借り出されましたね。文句言ってますね。あの人落ちそうなってるよね、これ。
これで溶岩だろうと何だろうと近接飛べるぞい、助かったわシド。おえ今度こそかいシドさん、めっちゃ悲しい音楽流れちゃったけど、グワグワよっぽど疲れてたんね、無理をするからと。ありがとうシド、寝まくってんですねこの子ね、もう帰っていてよかった、グググと寝てれば治るなにと。あのさん、あんなことできる体じゃなかったと。そういうことね。あのさん、乱暴だけどいいやつと。じゃあこれで帰ればいいんだね。いや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 、なかなかね、よくできてますね。では南西に向かいましょうか。あー、こういう感じにしていけるのね。じゃあこれ乗ると、高さは変わんないけど、いけるね、いけました。南西の眠りの洞窟、お、なんかあるよ、こう。なんかあるんじゃないこれ。お、鍛冶屋のククロの家。一階。お。これ行ったりしない、行けないんだね。この隠し通路、ありすぎだね、3、4かな。4は。ここは世界一の鍛冶屋、ククロ師匠の家ラリー、師匠はすっかり歩きをなくして寝てばかりラリーと。もう、あ、万能薬ね。で、あとこっちないのね。こっちなんかあるでしょ。やっぱりね、廃校所もありましたと。よいしょ。で、師匠はこの上なんだよね、きっとね。この鎧は何もできないわね。え、2階ね。あ、寝てる。あ、ゾーマの雫。何ゾーマの雫、え、ゾーマの雫って何なんだい。もう、あ、もうすでに何個か持ってるから下に出てこなかったのかな。ゾーマの雫って言ったよね。これ50音で相当できたよね。あ、ゾーマの雫、神秘的なお酒です。おお、神秘的なお酒、どういう意味なんだろう。剣なぞもう打たんぞと。伝説の鉱石アダマンタイトが見つからんしと。ああ、アダマンなんちゃらあったの、何か持ってこいって言われましたね。じゃあここはまだまだ先なんですね。さて、でこれで乗って、ほいほい、ほい、南西、あ、これか、あ、洞窟があって、で、何か町があるね。これ町でしょ。あ、セーブしときましょうかな、なんか屋根予感するんで。屋根予感でもないけど、よく忘れるんですよね、私ね。トメラの村、お、アンレマン、おめたちどこから来た。おお、なんかいいの手に入ればいいけどね。え、道具屋に、ああ、レミングエさんだ。あ、道具屋、買う。別に買うものはないね。千葉？あ、フェニックスもだいぶ買ったしね。キザールの野菜もまだまだ、まあ、もう少し大丈夫ですね。で、こう行くと、入っていけんのこれ。あ、入っていけないね。おお、あ、剣屋がある。地上から来たアンレマ、本当に地上ってあるんだと。おー、で、何これは。凝ったとこ、凝ったとこまでよく来たな。なんでも持ってけ、ほれと。おい、いいのかい、持ってけって飽きまくってんだけどね。ノアフをやっております。飽きまくってるよね。空いてないところを、あ、なんか向かってね。あ、宝箱ね、ゼウス。あ、ゼウスの怒りか。ボムのかけら。
これも早く処分しないといけないね。エーテルトライブ入ってましたね。今何が入ったの？多分2000ギル入ってました。ライブのねコメントでもいただいたんですけども、エリクサーね、結局きっと私使わないんでしょうね。本当に使おうと思わないと使えないもんね、エリクサーね。もったいなくてね。ラリハー、いや、ここじゃハリハーと。あ、じゃあね、ちょっと時間良くなりましたね。それじゃあ、ここら辺で終わっておきましょう。ちょっと手でいきますね。それでは、ファイナルファンタジー4、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。